わ、肌際が上がってる。うわー、地肌が見える。枕20本、畳20本、ブラシにたっぷり、抜き毛剤8本、全部集めて束ねれば、腕を作って習字ができる。サクセスオリー101、カドヤン、アポジカ、自然界。毎日寝る前、マッサージをして、ワカメを食べても効果はない。後ろがうつけたカッパと呼ばれ、前がうつけたスダルと呼ばれる。こんな俺でも頭を洗うときは、シャンプーの量が少なくて済むんだぞ。どうだ？自分で言ってて虚しい。ハゲる原因は男性ホルモンの分泌が激しいかららしいぞ。ということは男らしいということじゃないか。また抜けた。ハゲていく日本谷間かま発展もんたしない推しがいだ。元井ガズマみたいだ。恐怖の若ハゲた。合コンするといつも女の子に激しいな桜井君ってあだ名をつけられる。なぜだ、誰だ、今ハゲしゃべりていたやつは出てこい。なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。俺が何をしたって言うんだよ。誰も好きでハゲたわけじゃないぞ。くそー、ライブニューとテキザーしてルー大島のどこになろうかな。でもあれって結構高いんだよね。そうか、頭をツンツンに沿ってスキンヘッドにしちゃえばハゲてるかどうかなんて分かんなくなるぞ。カールリースも一時期やったもんな。かっこいい。でもイデラッキョみたいになったらいやん。そうか、きっとお腹に泥棒が入って俺の頭に脱毛クリームを塗ったに違いない。絶対そうなんだ。畜生髪の毛泥棒ハゲてゆく。毛根が細くてもいいじゃないか。何もかも横分けでごまかして何が悪い。おしまいだ。俺の気持ちが分かってたまるか。恐怖の若までだ。俺の青春と髪の毛を返せ。